回は一人になっちゃいました。あの河野さんはいないんですか？河野さんはですね、夏風邪で喉をやられてダウン、ということで、はい、ピンチヒッターを用意しました。河野葉さんごきげんよう。河野先輩のピンチヒッター、梶谷花です。すごい。ピンチヒッターですが、はい、心配ないさーコーナーアナウンサーの代役は入社3年目梶谷花アナウンサーです。3歳から高校までダンスとミュージカルを習っていて、当時は本気でミュージカル俳優を目指していたそうです。でも結構体張るんですけど大丈夫ですかね？大丈夫です、任せてください。まあ、ダンスって全ての基本かなと思ってなるほど、いけるんじゃないかと。で、今まで河野先輩の勇姿もたくさん見てきたんですけど、はい、ここだけの話、はい、河野先輩よりも正直いけるんじゃないかって思って見てたんですよ。言っちゃいけないやつです。言っちゃいけないやつ、はい、カットカットで、カットでお願いします。逆に河野葉さんね、はい、女優デビューもされましたけど、はい、そんな女優さんになって体当たりロケまだいけるんですか？はい、もちろんですじゃあ今日はこんな新鮮なツーショットで頑張っていきましょうか。頑張りましょう。それではいきますよ。河野葉のいただきマッスル食べてます、食べてる。いただきますと、かかってます。河野葉のいただきマッスル。今回2人が取材するトップス広島の加盟チームは広島ガスバドミントン部です。1995年に創部し、現在は社会人最高峰のバドミントン団体戦 SJ リーグにも参戦。去年は7位で、今年はさらに上位を狙っています。監督さんですか？はい、監督の下田です。いただきまっするです。よろしくお願いします。ようこそ広島ガスへみんな集合して。こんにちは。練習中にすみません。河野葉さん、バドミントンの経験？そうです。はい、私はあの小学校中学校の体育くらいでしかやったことなくて、でもオリンピックなどを拝見しててかっこいいなっていう気持ちはあります。そうですよね、はい、つい先日までオリンピック盛り上がってたじゃないですか。やはりプロの選手たちは違いますか？スピード感だったりは全然違うと思います。とはいえですよ、私たちも経験してますし、はい、体育でですか？はい、体育で2人なら2人な ら, 2人ならいやー難しいと思います。なんとも安直な挑戦ではありますが、とりあえず対戦してみましょう。新見選手と特別ルール3ポイントマッチで勝負です。お願いします。お願いします。どうなりました？あの当たんなかったです。すいません、カットでお願いします。当たるコツはシャトルの下に入って、はい、シャトルをよく見て打つことがポイントです。はい、ありがとうございます。はい、あ、すごい、いい、いい。でも、ラリーができた。ラリーはできた、ラリーはできた。はい、はい、新見選手の強烈スマッシュがコートの隅に突き刺さり、これで2ポイント目。この葉梶谷ペア、予想通りとはいえ全く歯が立ちません。こっちで夢中になってたらもうありました。落ちてました。たら落ちてました。これで新見選手はマッチポイント。この葉梶谷ペア、後がなくなりました。あっけなくこの葉梶谷ペアはストレート負け。二人がかりでも新見選手、赤子の手をひねるような圧勝でした。いや、完敗です。はい、手も足も出ません。二人なのに、ね、しかもこんなに疲れてます。私たちだけぜーぜー言ってますけど新見選手も全然平気そうな、本気でかかってきてくださいって最初にお伝えしたんですけど、はい、実際今の何パーセントくらいでした？今のは 20%。 20%。
初めはやっぱりこう球技なので難しい部分があったと思うんですけど、結構2人ともすぐにこう打てるようになってて、私もすごいびっくりしました。監督、プロの選手は違いますね。そうですね、多分スマッシュもあの1本新見選手が打ったんですけど、あれってどのくらいの速さが出ていると思いますか？新幹線が300キロです。え、新幹線より遅かったと思うよ。じゃあ200くらいかな。じゃあ私たちマッスル的予想200で、はい、ブブーです。ラケットに当たる初速なんですけど、初速がギネス記録が男子が最高で500キロ、女子が最高で400キロになっているので、ネットを越えてってなるとスピードはどん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 落ちてくるとは思うんですけど、まあ、でも本当に速いです。女子の最高で 400、 新幹線より速い。そしてもちろんスピードだけでなく、選手たちは状況に応じてショットを打ち分け、返しにくい場所を正確に狙います。山藤千紗選手はチームの中でも特にシャトルコントロールに優れていて、およそ13メートル先にある直径7センチほどのシャトルケースを狙うと、カメラ直撃、すごいの一言です。スピードとか反射神経とか筋力とかいろんなものが詰まった競技ですね。そうですね、本当に相手の裏をかいたりしないとやっぱりバレてしまうと、その自分が速い球を打ってるので早く帰ってきちゃうので、またそれも大変です。そして次回は、へえ、こんな練習もあったのか、広島ガスのユニークな練習を体感します。